三宅大輔は、東京都出身の野球選手、プロ野球監督。第日本東京野球クラブ及び、阪急軍初代監督。慶応普通部、慶応義塾大学で名保守として鳴らし、卒業後は、三田クラブ、東京クラブでプレー復活総経戦時には、慶大監督として関わり、東京クラブ時代の1927年、 1> 第1回全日本都市対抗野球大会に出場し、大会第1号本塁打を放つ。1934年のアメリカ遠征で、一岡忠雄監督のもと、浅沼隆夫と共に全日本の監督を務める。沢村英二、スタルヒン、三原治など、プロ野球早々期に活躍した選手が、当時の全日本選抜に名を連ねていた。同年十二月十六日に、 日米新前野球の日本選抜チームの選手を中心に第2本東京野球クラブを結成し、浅沼隆雄総監督のもと、初代監督に就任する。翌1935年の第1回アメリカ遠征で指揮を執る。帰国後、球団の内風により監督を辞任。リーグ戦で采配を振っていないが球団として、初めての試合を指揮したことより、 巨人の初代監督として扱っている文献もある。巨人対談直後の1936年には阪急軍の初代監督につき、1944年には産業軍、1947年には国民野球連盟の大塚アスレチックス監督を歴任した。1954年は水原茂監督の下でコーチとして、翌1955年は、 技術顧問として巨人の首脳陣に加わっていた。ありがとうございます。